デイドルフ・ディースターベイク、ベルリン中心部のブルク通りにある、記念碑、全体における名前と記されている、フリードリッヒ・アドルフ・ビルヘルム・ディースターベイクは、ドイツの教育者。ドイツでは、通常、アドルフ・ディースターベイクと呼ばれている、ジーゲンの生まれ。デイースターベイクは、1811年から1820年まで、家庭教師、ギムナジウムの教師をしていた。 1820年からモーロスの教育養成所の校長、そして1832年から1847年まではベルリンで活動した。彼は国民学校の改善に尽力し、国民学校の教師の養成教育の改革と、その教師の社会的な認知を高めることに力を注いだ。ヨハン・ファインリヒ・ペスタロッチと、その教育理念の信奉者として、 彼は教授学の根本原則としての直感と自己活動を重んじた。彼はさらにこれらの根本原則に成熟した市民としての批判的能力の形成という目標を追加することで政治的な色合いを付け加えた。国民教育はディースターベイクにとって国民解放という性格を持っていたのである。教育政策については自由主義者であった。彼は 教会による教育への強い介入にも、また教育への政治的な介入にも、反対の立場を取った。彼は教育学的で、専門的な学校教育が監督され、統一的な学校組織が誕生することを求めた。つまり、彼は教育者の身分、地位の自立を目指したのである。その上さらに、彼は、社会の初権力に対して学校が、 相対的に自主独立の自立性を獲得できるように奮闘した。彼はその当時の教師層に対する自身の影響力を彼が1827年から編集していた雑誌、ライン新聞と1851年以降関わることになった教師と学校の友のための年報を通して発揮した。1850年、彼は政治的な理由により公的な仕事から引退を 余儀なくされた。1858年から1866年、ディースターベイクは、プロイセン国民議会の進歩党の議員として、プロイセンの国民学校令に反対の立場を貫いた。フリードリッヒ・ディースターベイクは、同じ名前のディースターベイク出版社の創立者、モーリッツ・ディースターベイクの父親でもある。ディースターベイクは、50冊の著書と約400の論文を、執筆している。 さらに彼は若干の書評も執筆し、こうした著述を通して独自の批判と世間に対して開かれた思考を目指していた。彼は教育的名活動と並行して社会政策にも関係した。1844年、彼は自ら提案した労働社会層のための社会福祉センターの設置に向けて尽力している。ビンフリードベームはその 教育学の歴史の中で、とりわけ、ディースターベイクが、教育学的に洞察し、捉えようとした自然の成熟や、成長の過程に付き添いながら支えるという意味での、自然にかなった、あるいは自然的な教育学の理念と説明し、これによりディースターベイクは、ベームによれば、後年の改革教育学の多くの基本的な思想や、主張をほぼ100年近く先行していたということになる。 1820年頃の自然主義、超自然主義、教育学、あるいは、教会協議の間の激しい論争の中で彼は、自然主義に組みするかなり大きな潮流をリードしていた。自然主義について、ディースターベイクの重要な主張を、ベームは、以下のように要約している。超自然主義は、キリスト教の現在や経験主義の否定的な、 人間像に幻惑されて人間本性を発展させる代わりに、意気消沈させ、子供を自己活動へと伸ばしていく代わりに、受け身一辺倒に押し潰してしまうのに対して、自然主義は子供から出発し、その子本来の愛好や関心、欲求を教育的に豊かなものに高めようとする。子供はその外にある何らかの規則に服従させられるべきではなく、自ら自由に伸び伸びと発展し、 望むがままに発展していけるべきものということを、まずもって教育学の原理原則としなくてはならない。ベルリンのあるディースターベークの某ヒカレの名前にちなんで命名されたもの。ありがとうございます。